いやー、ついにやってきましたよ前夜祭。歴代の試写会と違い、今回は26種の武器が使える。じゃあ我らがボールドもそこにありますよね。ない。えっても26種もあればさすがに。じゃあそこにあるシューター6種の中にボールドはあるか？さあやっていきましょう。スプラトゥーン3前夜祭、使用する武器はもちろん我らがライジンボールドマーカー。どこがスプラシューター無印ですよね。なんですかマリサさん、一体どうしてなんて手をつけになってるんでしょうか。事実を指摘してるだけなんだよな。不要とは思いますが、それでは簡単に武器の説明をしましょう。こいつの最大射程は試し撃ちライン 2.5本、確定数3発、効果力な前衛武器です。そう、つまりこれはボールドマーカー。現実見たらどう。うるせえな俺がボールドだったらそれは絶対ボールドなんだよ。じゃあ射程が 1.5 倍伸びてるのは何なの。3になってから強化されました。ボールドマーカー壊れる。ほらウルトラショットで2枚ホーム見ましたよ。見てましたか。お前のクソイックのせいで見えにくいんだよな。あって殺される許してください。いつでもないヘッパーマちゃんがそこは一発で仕留めなきゃダメだろ。どうやらこの恥知らずの手のひらはタービンらしい。とりあえず私が3抜したので前線は優位ですね。字幕から漏れ出る過剰な自己顕示欲。おっこれは3からの新要素エナジー期待と移動速度が上がって復活時間も短縮されるバフを付与できるスペカ。一撃必殺や絶対防御が散見されるスペシャルの中では弱そうに見えるが、移動速度が上がることで単純に対面性能が底上げされる上に復活短縮のせいで前線が堅固になる。つまり正直スパ戦並みに地味な強さあるんじゃねえの。お年こいつそれどころか効果多すぎてマジのぶっ壊れやで。にしてもあそこにこもってるローラー面倒だな。ここは焦らずに前の位置に努めリア突撃が一撃で何もかも一体合体決着する。ウルトラショットの良かるザコノズ。ウルトラショットくん、スパ所に比べるとやや使いにくくなりましたね。あれはスパ所がおかしすぎただけだからな。今の性能が割と妥当なところだろ。まあ足元の塗りがないわ。マガジンが3発しかないわ。そこまで格差範囲広くないわで。本当におとなしくなっちゃいましたね。テイムやばい人外に渡したら終わるのは変わりませんけど、おっとそっちを封鎖するつもりならこっちに回り込んでピンを横っ面ぶっ叩きましょう。まあ味方がどうせやったと思うけどな。うわなんだこのガッツ。無事に全員さばけたか。いや1枚残ってる。一体どこに。自陣荒らされてるやんけ。これはお手本のような浸透だな。あっちなみにギアはスパジャン短縮とカムバックです。ところで本当にこの浸透気づくの遅れたらヤバかったですね。敵も気づいて飛んできてます。ただなんとかこれで自陣荒らしの始末完了か。あとジレイとバリアにもビーコンの効果あるからちゃんと壊さなきゃ。設置型のバリアになって正直弱体化したかと思ったがビーコン効果付きってのがな。敵陣を荒らしながら展開したらかなり強固な前哨基地の様相を呈するだろうな。ま、設置型ゆえ出しどころは難しいでしょうけどね。むん、まだ偏差が読めん。なんとか最後の一撃は当てたか。当てたというよりなんか当たったレベルですけどね。まあ当たらないのかもしれないが、さてさてそろそろ残り40秒。前線が目を離した隙にやや交代したから上げ直さなきゃだな。とりあえず UEC コロコローラーを処理。そしたら中央広場を再度制圧です。本当に君は私を今返さないな。ラップもこれで処理と。でこの沼ちゃんは9番で処理。一旦迂回します。迂回とは一体。ここの高台の元を回り込んでピンを簡単に裏は取れんよ。ほんといつもは角ゴムでイカ様みたいなキルしか取ってないのに今日はどうした。普通に忍ぶ神聖ゴールドのブッパワーがぶっ壊れてるんですよね。今お前これガッシって認めたな。いやこれはボールドだ。誰が何と言おうとボールドなんだ。ちょっとマズルとバレルとマガジンとサブステが変わっただけでこれはボールドです。1ミリもボールドじゃないって言ってるようなもんだぞ。ちなみにこれは私のボールド主張です。大体なんでもいいじゃねえか。あとナチュラルに天敵へのヘイト活動やめろや。いやでも本当にカローラと相対するだけで吐っ気がね。ほんとリザルト画面派手になりましたよね。その分負けた時は不愉快だろうけどな。ああ臭いものにさっさと蓋したい性分の人は辛そうですね。つうわけで珍しく無双かましたところで、次、鳥から行きましょう。というわけで鳥からバトル、風陣営の二人側でお送りするぜ。さて、逆殺部屋だのサジェストで鳥からバトル振りが出てくるだの。散々な言われようの鳥からですね。お前個人としてはどう思うよ？完全に強撃側の二人チームの連動に依存するルールですね。そもそもこのルール、説明見たところ本当に4人側を追い詰めるためのルールでして、二人側は自チームが勝たなくても、もう一方の二人チームが勝てばよしみたいなルールなんですよね。初期陣営への嫌がらせのためだけに存在してるのか。なので、鳥からで二人側チームがするべきことは、最低限自陣を守りつつ、状況に応じて敵率を汚して4人側を遅延させたり、またもう一方の二人チームがスーパーシグナルにトライしてる場合は、中央に群がってくる4人側を排除してやる、といったことですね。あ、もう一方のチームの助けなんざいらんというならそいつ撃ち殺していいです。おすすめしませんけど。スーパーシグナルってのは説明不要だとは思うが、あの中央のオブジェクトだな。あれにトライして確保するとかなり塗りが優秀なスプリンクラーが設置されるんですよね。しかも確保に必要な時間はトライするたび短縮される。あっそ、オップソナーなかなか初代よけにくいっすね。結局スーパーシグナルってのが鍵か。
彼をどちらかの2人チームが取ろうとすると、4人側は中央に集中します。この時2人側にチームはできるだけ互いを攻撃せず、一旦はスーパーシグナル確保のため協力すべきです。裏切るならスーパーシグナルを3つ確保して4人側の勝ち目がほとんど消えてからにすべきですね。で、今は何をしてるんだ？いたずらに前に出ても数の暴力で倒されるので、ちょっと気をうかがってます。おっと、グレートバリア。やるんだな。今、ここで勝負は今、ここで決める。よっしゃ、届いた。4人側もまだ2人残ってる。まだ勝ち込までできるとは思えんが。いや、ここは無理をしてでも取らしておきたい。これでもう一方の2人にも今がコーチであると伝わるはず。戦局は、さっき見えたところ4人側の赤が向こうの2人側に食いついてるな。で、さっきの騒ぎもあって赤は3落ち、かなり体勢動きましたね。ちょうど目の前で1人復帰したけどな。そうなるとあっちの2人もこの際逃さんはず。ビンゴ、今日はよく読みが当たりますね。軽くシグナル付近を相当してさっさと確保しましょう。そんな簡単に言葉進むかねえ。ほら、確保したこれで自分の無理が安定します。シグナル確保でデカめのスプリンクラー。無理が優秀とはいえ、なんか労力に見合ってなくね。いや、こっちはなんて2人ですからね。正直無理力が圧倒的にいつもより低いので、自陣を安定して抜けてくれるだけで全然期待が違うんですよ。2対2対4の均衡状態にちょっと強化されたスプリンクラーとはいえ無理手が増える。この意味がお分かりですかね。確かに無理の割合ではどんどん押してる。というか、今回はやたら赤があっちの2人に噛みついてるのが一因ですけども、あと相棒がちゃんとキルしてるのがでかいですね。正直二人側はどうあがいても中央を制圧するゲームなので、前線の穴をついて敵の後方を塗るモデラーよりも脳みそが筋肉でできてるイカタコが欲しいです。逆に4人側にはそういう塗り特化はいると思うぜ。鳥からはこんな感じですね。二人側がシグナル取るまでは互いに歩調合わせないとしんどいです。まずは4対2対2じゃなくて4対4で4人チームを潰して、それから波動を争うんだぜ。実際リザルトには2人側の両チームが映るわけですからね。前夜祭はまあこんな感じか。ご視聴ありがとうございました。普段はボールドマーカーでの生存戦略を語るボールドの勧めを投稿してるので、できればそちらも見ていただければ。チャンネル登録やコメントもよろしくだぜ。